こんにちは。ナイソンです。どうもです。はい、ということでですね、今日なんか一人だけなんか寒いのにもうなんかまだ何月ですか今2月ですね。2月ですね。トレーニングするんですか今。これから行ってくる。ああ、なるほど。そう、ちょっと今気合入ってる。ああ、もうずっとそういうこと。そう、今日はじゃあそういうこと。そうですね、取っていこうと。ああ、もう今日ちょっと今日ちょっとモチベーションみんな多分トーンがちょっと違うと思うんでちょっとあの言っときます。一人だけ暑いです、はい、もう早くもやっぱ春夏シーズンがローンチされたってことで。そうですね、早くやっとね、早くも新しいのが出た上にプラスちょっと今日紹介するものがやっぱりロックと、はい、いうところで、まあ一人だけモチベがやっぱ違う。やっぱ来ちゃうとちょっとやっぱ盛り上がっちゃうんですかね。と、はい、いうことで、まあはい、今回紹介させてもらうのはロックというところで、はい、靴はもう同じ、そうですね、新色が出てくるので、まあロッカさんも今履いてますけど、黄色とこのちょっとハイビスが刺さったグレーとあと白と、はい、プロジェクトロック3ですね。で、他のもあとこれも後ほど紹介するんですけど。アパレルと、はい、アパレルとアクセサリー、はい、がフックするような色合いのところだったりとかを、はい、基調にしているような、はい、21年、はい、春夏の第1弾が出てますと。出てます、はい、っていうところで、じゃあ今日は、はい、紹介してくれるのはその中の、まあ、コレクションの中の、はい、一つ一部、はい、一部のところで、まあ、今ロッカーさんが着てる Show your work、はい、ちょっと真ん中にじゃあ座ってもらいますね、はい、タンク。おー、なんかシンプルでいいですね。いや、これね、いいよ、シンプル、本当に着やすいと思う。これなんかあれですね、なんか珍しいですね。なんかいつもなんかブルがこう、なんかしっかりとこう、なんか結構塗りつぶされだったり結構あると思う。最近のロックは割と、なんですかね、デザインがはい、はい、こう、凝ってると言いますか、うん、いろいろあれなんですけど、これは割とパッと見シンプル。そうですね、なんかシンプル。パッと見パッと見なんですけど、なんかやっぱ隠れてんな、これ隠れてるよ、なんか多分ロッカーさんがまあこの後あのめっちゃトレーニングして、はいはいはい、一回じゃあトレーニングしてもらっていいですか。一回ちょっとじゃあ腕立てしてもらっていいですか。ここでね、ここで腕立てしてもらっていいですか。ちょっと一回消えます、一回消えます。ここでそっち側にちょっと腕立てとか大量にしてもらってまあ多分結構、おお、すごいすごいすごい勢いで、すごい勢いで腕立てやってる。もうちょっとやってください。ちょっともうちょっと、もうもっともっと、一緒になるぐらい。はい、あ、じゃあもうちょっと、もういいですよ、もういいですよ。はい、結構腕立てしましたね。はい、まあ、一瞬で、いやめっちゃ疲れた、めっちゃ疲れた、汗びっしょ。あれ、ちょ、シャツ買ってません？着替えました？着替えた、着替えた。あ、なるほど、そういうこと。そう、え、けどなんか、けど同じブルーと、あれ、なんか映ってますよね。これか、これなんです。そうなんです、まあ、汗をかいたり、まあ、汗ですね。まあ、ロックを着てトレーニングするってことは、はい、まあ、汗をかいたりして、あの生地が濡れるとあのグラフィックというかメッセージが浮き出てくると。なるほど、まあ、ロカさんさっきすごい勢いで腕立てしてたんで、はい、そう、ね、まあ、シュシュシュ、まあこれぐらい汗かくだろうなっていうぐらいのもう、はい、もう動きしてたんですけど、さっきまで、いや、もう本当に着替えたかと思ったぐらいで、なんかすごいですね。違うね、なんか別のものになってます。文字が浮き出てきて、あ、いいですね。で、しかもあれですね、いつものじゃあれがハードストワークインザルームが出てくる。やっぱハードストワークした人が見えると思ってないんで、本当にやっぱそれを獲得できるもののみが見える、はい、ちょっと文言だから、やっぱり ね、その中でやっぱベストのやっぱ汗をかくと、びっしょびしょになってまでしっかりやれよというメッセージがあるんですね、ロックの。まあ、商品名も商用ワークですからね。ああ、なるほど、お前のやったことを見せろと、はい、証明しろと。で、それの証明の証がこのびっちょびちょびっちょびちょのハーデストワークということですね、はい、なるほど。シンプルに見えて、なんかトレーニング終わった後なんか着替えた感じが出ていいですね、かっこいい、はい、なんかあいつめっちゃやってんじゃんみたいな、着れてる。これを知ったらこれを出すためにさらに頑張れる。確かにこれが出るまで今日帰れねえぞと確かに、そう、ある程度の基準にもなる、はいはいはい、確かにそれありますね。汗かきな人結構早く帰るじゃん、ごめんやべ、もう帰れるな。そうですね、そういうモチベーションにもつながるような服ということだ。着てるタンクいくらですか。着てるタンクはですね、4500円プラス税となっております。なので、まあ、今までのロックのタンクと同じ価格帯ではあります。なるほど、あ、天の声さっぱりなさいということですね、はい、4500円というところと、あと他に何か特徴あります。そうですね、あと脇がちょっと広め、あ、そうですね、広めなんですけど、思ったのがあのカットオフ、そうです、ね、ロックのやつよりは控えめな、はい、ボックス型で、はい、自分なんか前回ここまでなんか、ね、結構、ね、がっつり空いてるのもあるんですけど、それよりはちょっと狭いです、個人的には。あ、着やすいね、着やすいんで、はい、
だけどやっぱゴールドジムの人は結構ガッツリっていう方が好きなんで、まあまあまあ、そういう人たちにはまた別の商品もありますよね、まあ、今までと同じ形で、はいはいはい、あの新しいグラフィックのやつ、はい、それはそれです。なるほど。なのでまた新しくちょっと形も変わって、はい、こういうデザインのところも出てたというところになるということですね。はい。でカラーが、はい、これともう一色もうちょい薄いグレーに、薄いグレー、黒いラインで貼ってるっていうのがあります。なるほど、はい、でその2色展開で、その値段とあとサイズは、サイズは L サイズ、あもうミスタイル176cm の80kg で L サイズを着てます、はい、なるほど。でちょうどいい着丈もちょうどいいかな。そうですね。あいいですね。確かに確かに確かに。いい感じです。ちょっとあれですね、お母さんちょっと腕が細くなりましたねちょっと待って、腕はね、あんまり、はい、ちょっと腕がちょっとあんまり、まあ、叩きできてないかもしれないですね。ちょっと派手そうわけしてないんで、もうちょっとしていただいて、やっぱこれ着て、やってもらう、はい、やっぱこれはもう買ったんで、多分もうあの、また元に戻ります、はい、そろそろ多分3月、4月ぐらいの、まあ、決まりになって帰ってると思うんですよ、はい、ということで、今回の紹介が、はい、タンクというところと、あとは靴の色というところでの2つです、はい、この辺はまた次回、そうですね、次回の動画の方では、この今、さっきカラーのところで触れたようなこういうデザインのちょっと新しめの、はい、ちょっとすげえパンチの効いたやつがあるので、はい、ぜひ、その後の動画を見ていただければなと思います、はい、本日はこれの商品以上で、はいはい、終わりたいと思います。なので、最後の3つ、高評価、チャンネル登録、コメントというところで、まあ、一番最初なのにすげえ悩むなんだろうっていう、逆に3つあるから、ね、どれかで選んでいいか分かんないですね。はい、はい、ということで、はい、その3つをしていただいて、コメントのところでさらにロックの商品展開店舗だったりは、聞いていただけたりすれば一応展開はあれですね、今まで通り直営店と、はい、イーコムサイト、そうですね、はい、っていうところなので、はい、その2つで買っていただければなと思います。はい、以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。